さあ、ということでターフタウンに着きました。早速ね、行きましょうか、スタジアム。の、ヤローさんとネズさんがいるね。の、君は。の、チャンピオン来てくれたんですね。どうしました、久しぶりです。のんきな挨拶ですね。新しいチャンピオンはダイマックスより大物ですよ。実はネズさんとのエキシビジョンマッチの途中、トレーナー不明のダイマックスポケモンが乱入してきましてね、観客やスタッフたちを避難させていたんですよ。ギャーンギャーン。おう、ホップくん、北側の観客全員避難を渡そう。聞こえたと思うけど、ダイマックスはまだバレてる。ホップさん、助かりましたよ。さすがジムチャレンジャー、頼りになりますね。セミファイナルトーナメントで敗退したけど。なあライラ、赤いのと青いの追っかけていたらターフスタジアムに入っていくのが見えてさ、後をつけたら突然こんな騒ぎになって、ほっとくわけにもいかないし手伝ってたんだ。だからごめん、あいつら見失っちまったぞ。ホップさんが見かけた怪しい人物も気になりますが、今も暴れてるダイマックスポケモンをおとなしく捨てましょうよ。ですね、まずはそこからだね。非常に手強い相手なんですよね。チャンピオンのライラさんにも手伝ってもらえると嬉しいですよ。もちろんですとも。行きましょう。多分ですけれど、ダンデなら迷いませんね。道には迷うけど、確かに。ネズさん、兄貴だからなのか、何かと世話してくれますね。ですね。さあ、僕たちも行くとしますか。行きましょう。マージョさんか。でかっ。まあ、ぶっちゃけいきなり行っちゃっていいんじゃないかな、大番で。はい。さあ、体力291、すごいね。お、いいダメージ。もしイエローゾーンだ。おー、トルプルさんが、もう一発だ。おい、よし。で、大丈夫かな。無牛無牛。シャナリシャナリ。とりあえず一段落ですね。ダイマックス、やはり好きになれないですね。ネズさんのダイマックス嫌いは相変わらずですね。しかしさっきのダイマックスは何か奇妙でしたね。トレーナーがいなかった。それにポケモン自身も力を制御できなくて戸惑ってる感じだったぞ。ですね。ダイマックスは通常ダイマックスバンダにポケモンが応えることで発動しますが、ポケモンとトレーナーのハーモニーにノイズがありましたよ。ライラさんは何か感じました？感じたかもわからない。感じたかも。ライラさんも違和感があったんですね。
あ、そのまま話し通っちゃった。こちらもポケモンのトレーナーも見当たりませんし、謎が謎を呼ぶ事件です。こちらのポケモンはターフジムで責任を持って保護します。お願いします。みんな本当にありがとう。おかげで助かりましたよ。それとライラさん、僕の助けが必要になったらいつでも呼んでくださいね。お、エローさんのレアリーグカードをもらった。ほんならマージョちゃん、僕についておいで。おー、ソットさん、あのダイマックスを収めましたか。シルディさん、さすがリーグチャンピオン。あ、お前らやっぱりここにいたんだな。すげえとこにいるな。朽ちた剣返せよ。あなたのものでもないでしょうに。たとえあなたのものでも返しませんけどね。どなたですか。観客やスタッフは避難させたはずですよ。世俗のルールは我々には関係ないこと。そう、それこそがセレブリティと言いますか。何です、あなた変な髪型。おまけに全身白黒、ナンセンスですね。兄者、失礼な人は信用されませんよ。しかし実験は成功ですね、弟よ。ええ、次はもっと強いポケモンをダイマックスさせましょう。最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるんです。ザシアンとザマゼンタが何だって。ニック機チャンピオンよ、我々はこれからどんどんダイマックスを暴れさせます。止めたくばせんせい我々の華麗なお尻を追いかけてくることですね。シーソーコンビの仕業ってことですよね。あいつらがポケモンを無理やりダイマックスさせた。言ってたことからほぼ確定ですね。しかもこれからもやるって言ってた。朽ちた剣を取り戻すどころじゃない。ライラ、ネズさん、あの二人を止めないとぞ。もしではとりあえず外出ますか。おお、スニーさん。あ、いたいた、ライラ大変だよ。ターフのガラル粒子反応が収まったかと思ったら、今度はバウスタジアムとエンジンスタジアムで膨大なガラル粒子が観測されたの。マジか。で、結局ターフスタジアムでは何が起こっていたの。ありのままに教える。大げさに教える。ダイマックスしたポケモンが暴れてた。これシーソーコンビの仕業なの。ああ、ソニア、ソニアさん、ホップにネズさん、どうしてターフスタジアムからスパイクタウンじゃないですよ。元ジムリーダーですからね、どこにいても不思議じゃないです。ってことはどうなんだろうね、マリーちゃんがジムリーダーになってんのかな今。それよりも他のスタジアムでダイマックスが暴れてるですと。ねえ、ターフスタジアムと同じ反応が他の町からも。マリーが心配です。な、スパイクダウンは大丈夫っぽいです。バウスタジアムとエンジンスタジアムだけ。そうですか。ポケモンが勝手にダイマックス捨てられるなんて思っておきない。ライラもそう思うな。スタジアム行きましょう。それでこそチャンピオンですね。真相コンビのことは私に任しといて。ネットの目撃情報で居場所を特定してやるわ。お願いします。情報収集はソニアさんに任せて、俺たちは他のスタジアムを助けに行きましょうか。よし、行きますか。多分ね、どっちから行ってもいいのかな。バウスタジアムから行くか。でね、回復はされてますかね。回復しておきましょうか。
で、おそらくアマージョさん草タイプだったから、やっぱジムに沿ったポケモンのタイプが来るのかな。水タイプ来ますかね。その考え方だと水タイプのダイマックスポケモンが来るんじゃねえかと思うんだが、とりあえず行きますか。よし、ストリンナーさんで行きましょう。ルビナさん、今ここは危険よ。事情は分かっていますよ。お客やスタッフは無事ですか？ええ、つい先ほど避難が終わったところだけど。確かに不思議な組み合わせですよね。ほっといてください。俺たち助けに来たんです。それ本当に助かる。ダイマックスしたポケモンが強力で手を焼いていたの。みんなが手を貸してくれるならとても心強いわ。行きましょう。おー、ギャラドスさんか。まあいいんじゃない、ストリンダーさんね。相性的にね。威嚇か。全体に通るからさ、こういう時めちゃめちゃ強いよね、威嚇。通常でも強いけど、さあいきなりダイマックスからの第3打でいいんじゃないかな。行きましょう。ダイアイス。あー、ゴリランダーさんが強い。お、いいね。めちゃめちゃ入ったダメージ。さあレッドゾーン、いいね。お、行きましたね。一段目というか一巡目で行けちゃったな。よかったよかった。あなたたちのおかげで誰一人怪我人を出すことなく騒ぎを進めることができた。暴れていた子はバウスタジアムでしばらく休ませてあげる。するとライラ、私の力がいるときはいつでも呼んで。ありがとうございます。さあルリナさんのレアリーグカードをもらいました。じゃあね、今日は本当にありがとう。よし、では次はエンジンシティかな。見てみようかリーグカードね、せっかくなんで。おー、いいね。よし、では行きますか。次はおそらく炎タイプか。まあ、こじりがめさんあたりで行っちゃいますか。よし、とりあえず回復しましょう。ありがとうございます。まあ空飛んでもいいけど自転車で行っちゃうか。よ
し、行きましょう。カボさん、チャンピオンライラ、それにネズ君にホップ君、カブさん、俺のことを覚えていてくれたんだ。もちろんです。そもそもジムチャレンジを見事突破した君たちを見送ったじゃないですか。今世間話をしてる暇はないと思いますよ。その通り、実はスタジアムが大変なんです。そう、そのために俺たち来ましたからね。なんと敵は強く、一人で相手するには難儀していたんだ。君たちが力になってくれるなら、頼もしさが燃え上がるよ。では行こうか。やば、手持ちストリンダーさんのままだ、戦闘が。おお、コーダスさんか。さあ、ヒデリー、まあ一旦使っちゃうけど、入れ替えるか。ジュリガメさんで行きましょう。おーし、頑張れ頑張れ。ダイオス、うわ怖え。そうか、そうなっちゃうんだ。アクアブレイクかな。お、いいねいいね。ダイアタック、ちょうどこれで半分ぐらいか。噴煙強い。さあ、ドアブレイク。レッドゾーンいけるかな。際どいか。お、いいねいいね。もうちょいもうちょい。はい、やってる。ナイスガッツ、パジリガメさん。さてと、アーマーガーさんでいいか。もう朝来たらやばいけど、まあなんとかなるでしょう。ドリルくちばし、よーし、ありがとうございます。どうにか事態の火消しができたようだ。暴れていたポケモンくんはエンジンスタジアムでしばらく休ませてあげるよ。お願いします。それとライラ、僕の力が必要であればいつでも呼んでくれよ。ありがとうございます。さあ、カブさんのレアリーグカードをもらいました。分かってる、君たちはまだ他にやることがあるんだろ。若者よ、意見検討になる。頑張ります。お、ライラ、スマホロトム鳴ってるぞ。おー、ソニアさんだ。ライラ大変、ポケモン研究所にシーソーコンビが現れたの。なんだって、ソニア大丈夫かよ。今んとこ願い星を渡せってネチネチ言われてるだけ。でも怖いから早く来て。よし、行きます。あの二人組のことですよね。願い星を集めている。ソニアを助けに行こう。口先も取り戻すんだ。
よし、行きましょう。さてと、ブラッシータウンですね。とりあえず回復かな。ってことはシーソーコンビとまた戦うのかな。よし、ありがとうございます。いきなりソッドさんだ。ローズ委員長が集めていた願い星が今ここにあること、セレブリティには見通し。セレブリティでないあなた方には不釣り合いな代物です。我々に差し出しなさい。願い星とセレブには何の関係もありません。確かに、なんでそのことを知ってるかは知らないけどさ、あんたたちなんかに渡せるわけない。そのようですね。願い星の価値がわからないあなたたちには必要ありません。やれやれ、どうしましょう弟よ。困りましたね兄者。困ってんのはソニアと博士だよ。ポケモンを強引にダイマックスさせて許さないぞ。それと朽ちた剣も返せ。おやおや、てっきりチャンピオンが来ると思えば、まさか負けた方がおいでになるとは。またコテンパンに敗北を味わわせて差し上げましょうか。言い任されてんじゃないっつーの。その通りですよ。一度負けたくらいで気持ちまで負けてはダメです。うん、一緒に戦いましょうよ。こいつらですと。我悔しい。こいつらごときにこいつら呼ばわりされるなんて、高貴なものとして無礼な態度は許せません。お、ちょっと強いのかな。いいね、タッグバトルだ。頑張っていきましょう。さあ、道太くんさんと不足武者さん。十分強いよな、ホップくんも。さあ、オーバードライブいっちゃいましょう。ちょうど腕だけ見えるの面白いよね相変わらず。で、危機回避二段切れさんか。光の壁どうすっかな。イースバーンさんと買いますか。結構通るよね、バイユルさんのステミタックル。強っ。とりあえず火炎ボール当てちゃうか、二段切れさん。おい。安定すぎるよな。さあ、ゴリランダーさん、いいね、揃いましたね。エースバン&ゴリランダー。よし、キリキザンさんに火炎ボールで。はい、
騒ぐ。さあ、具足武者さん、ニトロチャージでいいんじゃないかな。出頭強っ。さあ神通力まだ大丈夫だね。お、天賀さん、よし、とりあえず2対1の状況を作ることできたんで、こっからもうなるようになるというか、なんとかできるんじゃないかな。よしよし、さあ隊列さん、ここはブレイブバード当ててほしいね、天賀さんに。おお強い、耐えた、ナイスガッツ、いいね、ブレイブバード。さあギギギアルさん、火炎ウォールでいっちゃうか。お願いします。おい、いいね。で大丈夫かな。おーし、ありがとうございます。お金もらえた、多分お守り5番効果もあるんだけど、あるんだろうけど。よっしゃ、勝った、勝ったぞ。我々のトレーニング用のポケモンが負けるとは。二人がかりとはいえ褒めてあげましょう。お前らも二人がかりに見えますがね。確かに、早く朽田剣を返してポケモン暴れさすのもやめろよ。あの、よろしいでしょうか、お話し失礼します。そっち危ないですよ。潜入任務ご苦労でした。うわー、とんでもねえ展開になってきそう。願い星は手に入れましたか。ソッド様、シルディ様が時間を稼いでくれたおかげで。おー、見事にやられましたね。おかしすぎて逆立ちしてお茶菓子が食べられそうです。先ほどの勝負はただの目くらまし。我々は戦う前から勝っていたんですよ。マジか。ソニア博士、ごめんなさいね。最初から騙していたんですね。我々の計画のため仕方ないことなの。我々がもう一度王の末裔として君臨するために。マジか。とりあえず逆立ちしてお茶菓子食べてほしいよね。外に出よう、出よう。ちょっと待てよ、静かに出て行っちゃってさ。だってソニア落ち込んでたから気を使ったつもりですが、確かに騙されたのは私のミス、落ち込んだ。でもはい、落ち込み終了。あいつら大量の願い星を持ってたの。悪用されたら大変なことになるし、しょげてる暇はないでしょ。大した玉ですね。大事件と向き合い立派に成長したようですね。おばあ様、
ダイマックスは人とポケモンが信頼があってこそ真の力を引き出せます。あの者たちはおそらく願い星のガラル粒子を強引に注入してダイマックスさせているんでしょう。さすがはチャンピオンのライラ、いい勘をしていますね。願い星が奪われた今、被害がもっと拡大するかもしれません。強引にダイマックスさせられてるポケモン、一体何のために。あいつらはザシアンとザマゼンタの本性を暴くとか言っていたぞ。ジョスさんが言ってた王の末裔ってのも気になる。もしかしてそのままの意味なの。てライラ、タイムアップ見てみて。今度は4つのスタジアムで同時に大きな反応だわ。早速動き出しましたね。スタジアムがやばいとなると今度こそマリーが危険では。あ、スパイクタウン大丈夫。大丈夫なんだ。てかそもそもパワースポットのスタジアムないしね。そうでしたね。ライラ、のんびりしてられないぞ。ですね。ポケモンたちをズギャッと助けに動く気はないぞ。悪いけど引き続きダイマックスの方よろしくね。こっちはこっちでシーソーコンビの居場所探ってるから。よし、頑張ってきます。多分どこから行ってもいいのかな、これは。とりあえず4箇所だよね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。